ああ、さすがの冷たさだ。殺された時もそんな綺麗な顔だったね。今こそ果たすべきカンナギとの古き約束。私の過去と今、そして我が願いを選ばれし王に託す。それは標準啓示。私たち六神は星を守りし存在、おのおのの意志を持ってその使命を果たさんとしていた。かつて私は数多の生命の中で人は星に必要なきものと考えていた。儚く脆く、それゆえ可能性や希望といった曖昧なものを信じる人が星にとって有用だとは思えなかった。イフリートは私とは違う、人の可能性を信じ、火を与え、共に繁栄の道を選択した。私はそんな彼に惹かれ、愛し合うようになった。私は彼が信じる人を信じることにした。だが人の分をその範囲は高めに達し、思った人は解析しようとした。恩を忘れた人の行為はイフリートの激励に増え、彼は人を求め世界を焼き尽くそうとした。私は彼と戦わねばならなかった。星と彼が信じた人を守るために。人と六神同士の戦いは熾烈を極め、神々の朝廷も虚しく、戦いの規模はさらに拡大した。この魔大戦と呼ばれし戦いによりソルハイムは滅び、星は傷つき、疲弊した神々は長き眠りについて。これが選ばれし王に託せし星の物語、そして私の物語。魔大戦の後、神々が長き眠りにつきし間、イフリートは何者かにより死骸にされてしまった。眠りから覚めた私は彼を解放しようとするが、帝国に砕かれ力を失った。今や帝国は死骸と共にあり、六神は世界を闇に覆われようとしている。もはや私たちだけではイフリートはもとより星を救うこともかなわない。彼にはせめて安らかなる死を。ゲンティアナ、私の知るルナ・フレーナの思い、あなたに伝えましょう。選ばれし王ノクティスが誕生し、私はカンナギであるルナ・フレーナに会った。彼女はあなたと共に星に光を取り戻すと約束した。彼女の温かく力強く人を愛する心に触れ、私は再び
人を信じようと思った。ルナ・フレーナ、もう諦めろ。ノクティスは王にはなれない。どうしてそんなことを言うのです？他に道などありません。これ以上はお前が命を落とすぞ。分かってます。後悔はないんです。ただすぐ近くで声を聞きたかった。私みたいに笑って、その手に触れて、一緒に生きていきたかった。泣かないで、ルナ・フレーナ。ごめんなさい。今だけはそれほどまでにノクティスのことを。他の人と何も変わりません。ただ大切な人のそばにいたい。それすら叶わないなんて。あなたの深い愛は何があっても消えることなく、必ずよノクティスに届きましょう。ケンティアの星のため、いいえ、あなたのために、私は必ずノクティスの力になりましょう。これは友としての約束。ありがとう、ケンティアナ。思いは伝えた。そして全てを託す。選ばれし王ノクティス、世界に光を。さようなら、ノクティス様。僕が必ずやっつける。ノクティス様。